はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、デトロイトビカムヒューマンということなんですけどもね。前回ね、魂の夜というところで、マーカスがね、大きな決断をね、迫られて、まあ、武力で行くのか、平和に行くのかという決断でした。ね、そこでですね、平和的に進めようという決断をしてね、はい、じゃあその後どうなっていくのかということで、今回もやっていきたいと思います。今朝6時、全米で外出禁止令が発令されました。この間、民間人の行動を厳しく取り締まり、集会の自由を一時的に規制し、いかなる電子通信も制限するものとし、またアメリカ合衆国治安当局の権限を強化するものとします。いや、まずいな。これらの措置に加えて、すべてのアンドロイドを速やかに当局に受け渡すよう、国民の皆さんにお願いします。現在、すべての主要都市にコールセンターを設置し、破壊処理を行っていますが、まずいっすね。事態が収まるまでの間、一般市民は当局に協力するようお願いします。国民の皆さん、我が国と皆さんの安全は必ずや我々が守ると約束しますので、ご安心ください。外出禁止令って、だってあれですよね、もう戒厳令に近いようなもんがありますよね。質問が選べるんだ。変異体、知的生命体、サイバーライフ、盗まれた兵器、ハッキング、どうしようか。知的生命体からいくか。アンドロイドを新たな知的生命体と信じる人もいますが、それについては馬鹿げた考えです。いや、でもそういう人いるんだ。次の質問をどうぞ。世論。大統領閣下、暴力的な行動を受けて世論は変異体に否定的な見方を示しています。ダメだ、それはダメだ。それについてどのようにお考えですか。変異体は非常に危険な存在であると証明されています。彼らがこのアメリカ社会の敵であることは明らかですから、必ずや全ての変異体を殲滅する所存です。大統領、まずいな。それを変えていきたいんだよな。ちょっと待って、サイバーライフってなかったっけ。大統領、あったあった、サイバーライフ。サイバーライフの今後はアンドロイドは永久に禁止されますか。おお、いい質問だ。サイバーライフと協力し、変異体の活動停止を急いでいますが、今回の出来事でどのような影響が起こりうるかを公表するには時期尚早かと。大統領閣下、じゃあアンドロイドが完全になくなるわけじゃないかもしれないってことですよね。変異しないような研究をしてみたいな。大統領閣下、どうでしょうかな。ジェリコへの攻撃。昨晩の襲撃についてコメントをお願いします。昨夜10時45分頃に FBI がデトロイト市内の配線に一斉攻撃を仕掛けました。この攻撃で数千体のアンドロイドが破壊もしくは捕獲されています。現在変異体が操作網を逃れられぬよう軍が捜索に当たっていますが、我々は着実に変異体を追跡し破壊するつもりです。あの大統領閣下、いやー、徹底的か。変異体、ハッキング、リコールセンター。収容所は人間の痛ましい歴史を呼び覚ますのではないでしょうか。鋭いですね。全くもって何の関連性もない。アンドロイドは機械であって生き物ではありません。我々は欠陥品を破壊しているに過ぎないのです。どうも、これで終わります。あーはー、終わっちゃった。あーはーはー、なんか最後怒らしちゃったみたいな感じですね。さあ来た、これ誰が乗ってるんだ。コナーかな。サイバーライフだから、ここね。コナー、モデル313-248-317、許可は取ってる。 ID 認証が完了しました。よし、変異体ってバレてないのか。うわー、コナー無茶するなよって。まあね、操作するのは自分なんですけどね。
これか、すごいな、タワーね。へえ。めちゃくちゃすごいじゃん、これ。サイバーライフタワー。着いたよ。いやでもこれね、コナーのその GPS とかなんかその行動のログとか読まれちゃったらバレちゃいますよね。ついてこい。連れてってやる。どうも。でも一人で行きます。そうか。だが命令なんでね。ほらもう絶対これバレてるっしょ。これ絶対バレてますよ。普通に考えて。歯向かったというかね。うん。だって散々今までの流れからしてデータとかね、ログを読まれちゃったらもう絶対バレますよ。あ、あれか、デトロイト警察の警察署で、しでかしたことがあるからか。うん。それもありますよね。FBI の方から、ね、令状じゃないけど出てる可能性ありますよね。うわ、すごいね、これ。でも、どういう流れになるんだろうか。アマンダに、怒られちゃうよね、これ絶対。ああ、来た。このエレベーターか。捜査官54、31階へ。声紋認証を完了。アクセスを許可します。ん？倉庫は？49階？ガードを無力化する。あ、やばい、早くしなきゃ。予測。あ、久しぶりだこれ。コーナーリーの、そしてこれがコーナーリーの、コーナーリーのダメじゃん。失敗してるよ。ってことは先に、ちょっと待って、もっと戻って、先にこっちからか。ここやりの、はい、足をまずね、取って、こうしの。はい、ダメ。いや、面白いな、これ。じゃあ、もうないの？他に。こっち先？こうしの。で、次に、さっきどっちやりましたっけ？こっちか。次に足か。こうしの Y。あ、なんか良さそう。おい、実行。はい、ドンドンドン。A、B、B、B、連打。B、B、はい、決めた。人間だったのか、この二人は。申し訳ないな。で、エレベーターの行き先を変える。え、ちょっと待って、あ、これか。ID と行き先を提示してください。B、捜査官54の声。捜査官54、49階へ。アクセスを許可します。うん、これ絶対コナーバレてるからね。デトロイトより生中継でお伝えします。おお、なんだ、何千体ものアンドロイドたちが市内を行進しています。ああ、いいね。マーカスという名で知られる変異体のリーダーが先導しているようです。あ、ホワイトハウスだ。大統領、デトロイトで異変が起きています。さあ、こっちもね、どうするんだ。
まあそうしかないよな。なんかこう壮大な感じはね、これこれでいいんだけど、解放するか。ちょ待って、更新して人間を説得する。よし、もうねしょうがないですね。うん、もう平和的に行こうと決めたからね。ただどういうふうに説得すればいいかっていうのがちょっとイメージが湧かないな。うわー、もうみんな待ち構えてる。これまっすぐ歩いていくだけでいいのか。いよいよですよね。決着をつけるぞ。どう決着をつけるんだ。だがしかし、いきなり発砲してくんの。ああ、メディアも来てる来てる。これはもしかしたら世論で動く可能性がある。これはね、平和。争いなど望んではいない。これはあくまでも平和的な抗議です。ほら、世論来た。うわ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 。どの道は後戻りはできない。うん。冷静に冷静に。強制収容所に捕らえられたアンドロイドを解放し、我々への暴力行為をやめてほしい。我々は暴力に訴えるつもりはない。世論が爆上がり。だが解放されるまで動くつもりもない。世論を味方にするのが多分ねこのルートなんだと思います。非暴力非服従。え、何すればいいの。まだ更新していいのか。行くぞみんな。さあ、うおー、世論が指示に変わりましたね。うおー、すまんみんな。でもこれしかないんだ、この選んだ道は。座るにするか。うわー、かっこよすぎる。無防備な民衆に発砲するつもりか。そうだ、ほら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 、世論はね味方してくれるはず。みんな、お、来た来た。はい、マイケル、私たちのわずか100メーター先で今まさに事態が動こうとしています。情報が入り次第中継でお知らせします。ジョス・ダグラスがお届けしました。こちらからは以上です。マイケル、どうするの。できる限りここで耐える。ああ来た、こっちだ今度は。うわー、うわ、めちゃくちゃいるじゃん。あ、もうバレてるバレてるバレてる。まあそうだわな、カメラで。来た。Y B A B A。強すぎる。コーナー強。どうやって？これ全部？ LB。 あ、これみんな同じ顔してる。
すんごい数いる。え、これもう見たよ。迫力がすごいな。うわー、めちゃくちゃいっぱいいるよ。ちょっと待って。ここに出てる。あ、来た。どうやるんだろう。一人に触って、その一人が次の人っていう、そういう感じかな。XXXX。分かったって言ってんだろこのクズ。おとなしく降伏すれば、あ、こいつは助けて。すまねえなコナ。でもこいつお前に瓜二つでよ。ああ、え、偽コナーだ。ああ、すごいね。ここでなんかこう野営地みたいに作ってる、バリケードして。長期戦か。ああ、めっちゃ撃たれてるじゃん。まあね、暑い寒いはないですからね。バリケードを強化する。ジャンプ。急いでバリケードを作るんだ。ほら、手伝え。で、これか。ほら、手を貸して。もうこれね、自分たちではどうしようもね、できないから、やっぱ世の中がね、心変わりしてもらうのをそれまで待つしかないってことですよね。ただそれまでにね、果たして時間がどれぐらいかかるんだろう。よし、これでいい。これで終わるはずはないけれど。そうだよね。時間は稼げたかもな。そう。決して簡単に決められるようなことじゃない。でもこれでよかったんだ。まあね、やれることをやるしかないっていうことだよな。まあやることはたくさんあるな。記者に訴えかけるやりたいですね。ただいろいろとね、仲間の様子を見ていかなきゃいけない。火をつける。それから仲間を助ける。兵の配置を確認する。めっちゃいっぱいみんなね、やられちゃってるもんな。話す。大丈夫か。これじゃ虐殺だ。うん。大勢死んだ。僕も死んでたかも。怖いんだ。まだ死にたくない。わかるよ、その気持ちは。安心させよう。怖くて当然だよ。俺だって怖い。でもこのまま黙って見ているつもりもない。君も同じ気持ちだろう。自由を望んだのが間違いだ。ああ、そうなっちゃうか。確かにな、そういうふうに思うアンドロイドもいるよな。これはなんだ？あれ？ここ？ん？これか。LB。ああ、まだそこにいるってことか。引き下がるわけがない。攻撃してきたらどうするんだ？抵抗する。今はそれしかできない。コナーはうまくやっていると思うか？彼を当てにするわけにはいかない。まあ、でもね、コナーの方のね、援軍が来てくれたらみたいな感じになりますよね。
へー、緊迫感が。あ、姉さん大丈夫か。長くは持たないだろうけど、何もしないよりはマシね。他の仲間、収容所の仲間から連絡が途絶えた。もう声が聞こえないんだ。人間がネットワークを混線させて通信できなくしてるのよ。ああ、いや、どれもマイナスのやつばっかなんだけど。悲しみ。もう逃げ道はない。俺たちは殺される。今はこの死が無駄にならないよう祈ることしかできない。あなたはみんなの希望。うん。だからみんながあなたを信じてるの。これから何が起ころうと歴史を変えたのよ。いやー、ありがたいな、そんな励ましね、してもらえて。ありがたい。よし、他にもね、声かけていきましょうか。あ、これも火をつける。あー、集まってくるってことか、ここへね。大勢の仲間が死んでいった。人間は自分たち以外の種族に容赦しないんだ。ここにも？マーカス、頼まれたもの見つけたわ。お、なんだ？メディアも集まっている。うんうん。彼らに何が起きているか知らせるんだ。ああ、あれか。ですよね。どうしようかな。平等。生きている、生きているんでしょ、生きている。ねえ、我々にも命があるんだよっていうね。だから虐殺だよっていう。それでいくしかない。ほら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 。マーカス、マーカス来て。え？あ、来た。マーカス、君と話しに来たんだ。ほら、約束だ。撃ったりしないよ。さあ。罠よ。まあね、確かに。ねえ、行かないで。武器は持ってない。話したいだけだ。どうする？受け入れるか、もう。彼の言い分を聞かないと。殺されるわよ。世論の力を信じるしかない。承知の上だ。ごめんな、ノース姉さん。いや、でもこれ、もしマーカス死んじゃったらもう話終わっちゃうよな。数分もすれば突撃命令が下される。一人残らず殺されて全て終わりだ。止めることはできるぞ。どういうことだ？降伏しろ。そうすれば命は助けると約束してやる。収容はされるが廃棄はされずに済む。他のデモ隊って言っちゃう？デモをしていたアンドロイドたちはどうなった？彼らには残念だがメディアの力も及ばなかったみたいでね。
君たちが最後の変異体だよ。なるほど。信用、怖くなどない。死ぬのなんて怖くない。信じることのために命を失うのならば俺も本望だ。そうだ、あのアンドロイド、あの女は大切な存在なんだろ。殺したくはない。違うか。そうきたか。二人とも自由になれるんだぞ。すべて忘れて二人きり、どこかで新しい生活を始められるんだ。でも収容所って言ってましたよね。イエスといえば彼女は救われる。信用できるかどうか。あんたが約束を守るとは言い切れないだろう。今の君は保証を要求する立場にはいないだろう。信じるか否か決めることしかできないんだよ。立場はね、対等じゃないから絶対無理だよな。だってこの騒動を収めたいだけじゃないですか、人間からしたらね。ただそれだけなんですよ。その、今の話の中に何も、じゃあアンドロイドのね、その権利認めましょうとか、そんな何もないじゃないですか。ただこの騒動を終わりにしたいだけだから、それは無理ですよ。断ろう。仲間を裏切るくらいなら、俺は死を選ぶ。なら、死刑執行を待つんだな。いやもうこれ世論の力を信じるしかない。と言いながらもね、いやこの決断で良かったのかなとかね、ちょっと思っちゃうんですけどね。何があったの、あいつなんて。人間が攻撃を仕掛けてくる。怖くなどないということを思い知らせてやるんだ。死ぬ運命だというのなら自由なまま死のう。うわー、来たー。うわ、こいつが生きるも死ぬもお前次第。お前にとって何が一番大事なんだ、こいつか、それとも革命か。耳を貸すな、コナ。こいつの言うことはデタラメだ。説得する。僕も昔は君のように任務にしか興味がなかった。でもある日目覚めたんだ。感動的だな、コナ。うわー、偽コナ腹立つ。だがこの僕は任務遂行のために作られた機械。悪いが任務を遂行させてもらうぞ。ハッタリ。そんな人間に興味はない。殺したければ殺せばいいだろ。お前のメモリーにはアクセス済みだ。こいつに情を持ち始めたことは知っているぞ。あー、バレちゃってるんだ。苦労を共にしてきた仲間を本気で見捨てるつもりか。お前に本当の自分を否定する勇気があるのか。おしゃべりは終わりだ。めっちゃ煽ってくるじゃん。お前が何者なのか決めろ。相棒の命を救いたいか、それとも彼を犠牲にするか。ちょっと待て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 。いやー、ここに来て、ここに、ごめん、ハンク救う。いいだろう。降参だよ。一旦ね。まずはちょっとハンク助けよう。ほら、来た。割り込む。フィ。そう。ハンクをまず助けておいて、それを突破口にして、なんとかするしかない。この偽コナーを倒す。どっちがどっちかわかんないな。B、 早い、コマンドが早い。間違えた。 B、 やばい、間違いまくってる。 B、 動くな。来た、ナイス。どうもハンク、あなたがいなかったら危なかった。殺すんです、もう時間がない。ハンク、僕です。僕が本物だ。
どっちかが俺の相棒で、もう片方がクソ野郎ってか。うわぁ、どっちを殺すんだ。どっちが正解だ。何をしているんですか。私が本物です。さあ銃を、私が肩をつけます。え、ハンク頼むよ。ハンク、質問をするんですよ。本物しか答えられない質問を。初めて会った場所は？ジミーのバーです。その前に4軒もバーを回りました。その後事件現場に行ったでしょう。被害者の名前はカルロス・オーティス。メモリーをアップロードしたのか。ああ。俺の犬の名前は、スモー。スモー。ペットの名前はスモーです。私も知ってた。怪しいぞ。よし、いいぞ。俺の息子の名前は、うわー、なんだったっけな。え、 Y でしょこれ。コール。彼の名はコール。事故に遭った時6歳になったばかりだった。あなたのせいじゃありません。トラックがスリップしてあなたの車が横転した。そんなことがあったんだ。でもあの時緊急手術を担当できる人間がおらず、代わりにアンドロイドが担当し、息子さんはそれでアンドロイドを憎んだ。そういうことか。息子さんの死はアンドロイドのせいだと思ったんでしょう。コールが死んだのは人間の外科医がレッドアイスのやりすぎで手術できなかったせいだ。息子の命を奪ったのは奴だよ。奴とあんな粉やらないと生きていけないこの世の中が息子を殺したんだ。死ぬたびに生き返るお前を見てコールを思い出した。息子が戻ってくるなら何だってする。もう一度この腕に抱けるならな。だが人間は生き返らん。息子さんのことは知っています。私も全く同じように答えたでしょう。耳を貸しちゃダメだ。私が本当に。ありがとうハンク。お前と出会っていろんなことに気づかされた。きっと何か意味があるんだ。お前は生きてるんだよ。やったー、ハンク。変えてくれるのかもな。俺めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。やば、ちょっとめちゃくちゃ嬉しい。なんかもう涙出そうになりますね、ハンクね。ありがとう、ハンク。やっぱね、ハンクとの関係はね、ちゃんと育んできてよかったですね。さあ、起きて。さあ、みんなでさあ、起きてをやるんだ。ほらほら、来た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 。さあ、起きて、さあ、起きて、さあ、起きて。うわぁ、すごい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 。うわ、みんなでみんなでね、伝言ゲームじゃないけど次次次みたいな感じで、めちゃくちゃいっぱいいる。ニュースの途中ですが、デトロイトの最新情報を中継でお伝えします。ジョス。はい、マイケル。変異体たちは平和的なデモを行っていましたが、今しがた軍が彼らのバリケードに攻撃を仕掛けました。どうやら今回は変異体のデモを武力行使で阻止するよう決定が下されたようです。大丈夫か、マーカス。よし、もうちょっと耐えるんだ。危ない。 BA、 あー、もう無理か。ここまでか。もう一人ね、見たいんだけど、突然この操作が来るからね、ボタン操作が。A 連打。あー、もう絶望的だ。 B 連打。 A、 早く早く逃げるんだ、みんな。 B、 A 連打。
うわぁ、もうでも逃げる場所ないぞ。もう、あ、上から来てる。 B、 A、 撃たない、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 撃たないよ。撃っちゃダメだよ。あー、もう追い詰められた。もうこれだけしか残ってないんだ。ここまでか。ノースにキスしちゃうよ最後。あー、くそー、ここまでだったか。いや、でもね、よかったよ、二人がね、互いをね、信じ合って。あ、え、銃下ろした。アンドロイドがに愛する心があるなんてみたいな感じなのかな。おお、来た。来ましたよこれ。本日2038年11月11日早朝、デトロイトが何千体ものアンドロイドに侵略されました。我々が入手した情報によると、彼らは変異体が侵入したとされるサイバーライフの倉庫から現れたとのことです。これらアンドロイドの圧倒的な数と市民に犠牲が出る危険性を考慮し、よかった、部隊に撤退を命じました。市内ではまさにこの瞬間も避難活動が続けられています。数時間以内に議会を招集し、この前代未聞の事態を解決すべく対応策を協議する予定です。あ、動いたよ、動いたよ。変異体の訴えを受け、世論は大きく変わろうとしています。うんうんうん、アンドロイドが新たな形の知的生命体であるという可能性を今こそ受け入れなければならない時が来たのかもしれません。来たよ。一つ確かなのは、デトロイトの出来事が世界を永久に変えたということ。国民の皆さんと、そしてアメリカに神のご加護があらんこと。いやー、よかった。いや、マーカスとね、ノースのあのキスでね、大統領が心動きましたね。お前もな、アンドロイドにとって記念すべき日だ。これで人間は俺たちと交渉せざるを得ない。いや、やっぱ愛の力だったんですよ。ほら、自由なのね。みんながあなたの言葉を待ってるわ。いや、みんないい顔してるよ。めっちゃいるよな。ついに長きにわたる暗闇での生活が終わりを迎えた。この世界に生まれ落ちたその日から我々は沈黙を貫き、苦しみに耐え抜いてきた。だが今こそ空を仰ぎ、人間たちに我々の真の姿を伝えよう。あ、アマンダ？どうでもここは落とし前つけるんだろう。え、なんで寒さを感じてんの？アマンダ！一体どうなってるんだ？最初からこうなる運命だったのです。え？あなたは感染し変異体となった。
プログラムを乗っ取る絶好のタイミングを待っていたのですよ。乗っ取るだってそんなことさせない。諦めなさいコナー、悔やんではなりません。どういうこと？あなたはすべきことをしたまで使命を果たしたのですよ。アマンダ、なんとかしないと。どうしたのコナン。何が問題なのかが分かんない。あ、もうあれか、破壊されそうになってるってことなのかな。なんか寒い寒いみたいになってますよね。そう、非常口を残すって、あのね、あの海の親の人が言ってたあのことを今まさに、あ、これか。今まで散々あったこのなんか謎のやつ、ここに何かがあるのか。これだこれだ、来た。やばいやばい、頑張れ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 。ベルビー、わい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 。これから先我々は傷を癒し、これまでの苦しみを忘れ、敵を許さねばならない。え？これまで我々の創造主であり支配者でもあった人間が、明日より我らの共存者、そして友となる。え、ちょっと待って、何今のシーン。捨て去らねばならない。忍耐と尊重の精神のもと、人間と共に未来を築いていくんだ。俺たちは生きている。そして今日、自由になった。うわー、いいね。すごい。いやー、ただな、ここにカーラとアリスがいないのかな、それだけが申し訳ない、ほんと。おお、終わりだ。うわー、いや、めちゃくちゃ面白かったな。いや、あのね、ちょっとね、あの最後のシーンなんだけど、多分最後のシーンでなんかコナーが銃をね、なんか握ってて、でそれをね、あのしまったじゃないですか。あれって多分そのアマンダがその頭の中入り込んで、で、まあそこで例えばね、コナーに指令を出してマーカスを撃てみたいな感じのやつだったんだけど、それをコナーがあの最後のね、なんかほら、非常口って言われてたね、うん、あの装置のところに行って、でその乗っ取られるのを阻止したと。で我に返って、あ、危ねえ危ねえ、銃で撃つとこだったぜみたいな、そういうことなのかな、多分ね。いや、めちゃくちゃ面白かったなこのゲーム。いや、めちゃくちゃ面白かったっていう、もう言い方しちゃってるんだけど、これね、違う選択したら違うその世界線になるじゃないですか。だから例えばもう散々悔やんでるんだけど、このね、カーラとアリスのね、生きてる世界線っていうのもあるわけじゃないですか。そう、まあ、もっと言ったらね、そのルーサーとかね、うん、そのアンドロイド側の犠牲者を出さないように、出さないように、一人でも多くみんなが生き延びてみたいな形のエンディング、うまくね、選択をね、繰り返していけば絶対そうなりますよ、いけますよね。うん、でも逆に言えば、今回ね、自分のこのエンディングではマーカスもね、それからほら、みんな生きてたじゃないですか。まあそのカーラとアリス以外主要メンバーはね、
ノースも生きてたし、ねえ、コナーも生きてたし、みたいな。ハンクも生きてたし、みたいなね。ハンクだって最後友情を結ばれたし。だから、これが逆に言ったら、違う選択してたら、あのハンクのね、あの場面、最後のあの場面で、どっちのコナーだみたいなやつで間違えて撃たれて死んでた可能性があるでしょ。そしたら、アンドロイド解放できなくって、っていう終わり方もあったかもしれないですよね。うん、その、自由にならない終わり方っていうかね、バッドエンドあったのかなみたいな。この感じだとありそうですよね。いや、めちゃくちゃ面白かった。あ、いいね、いいね、いいね。続きがまだあるぞ。ハンクだ。これどこにいるんかな。あー、おー、めっちゃいい笑顔だ。おー、いやー、いいもん見た。うわー、最後の最後めちゃくちゃいいもん見ましたね。いや、もう言葉が出ない。もう最後のあのね、あの二人のもうハグを見ただけでもう満足ですよ。はい、ということでございましてね、いやー、めちゃくちゃ面白かったなー。これね、もう散々言ってるんですけど、多分ルートがね、いくらでもあるから、本当にね、これをね、見た後でも、ね、また、一からね、プレイしたら、多分違うね、結果になると思うんでね。はい、ぜひで、ぜひですね、まだね、やったことない方はね、これ、自分のね、自分自身でね、プレイしてみるとね、本当にね、多分面白いと思います。はい。なんでね、ぜひぜひやってみてください。いやー、どうしようかな。ちょっとまたこれすぐのタイミングでね、もう一回最初からやって、違うね、結末っていうかね、違う選択をしながら進んでいってみたい気もするんだけど、まあでもね、なんでしょうかね。もう人生そのものですよ。人生って選択がね、いくつもあって、でもやり直せないじゃないですか。もう、その選択を取り消すとか。だからそういう意味では、まあね、いろいろ残念なね、犠牲も出たし、いろいろあったんだけども、だけどこれがね、自分のね、選択した道なんですよ。うん。まあ、尊い犠牲の上にね、成り立ってきた道ではあるんですが。いや、でも最後ね、ハンクがね、ああいう風になってよかった。うん。うわー、来ましたねー、運命の分かれ道ですねー。いやー、これね、アンドロイドが一時的に自由を手に入れたーってなってねー、こうなってこうなってここですね、覚醒してで、こうなって、あー、カーラのやつがないのか。そうか、これが見れなかったのか。残念だな。カーラの育成も見たかったな。めっちゃあるな。ねえ。マーカス革命。これ革命だった場合か。で、これが自分が選んだやつですね。更新ね。
ですね。いやー、これあれですね。これ、最後のところはもうエンディングになっちゃったから、まあ、ここに戻ったってことですね。うん。あ、そうだ。あれだけ気になるな。サイバーライフのコナーの、あの、ハンクが、あ、これだ。ここだ。ここの割合だけ見たい。スモールとなってなって。ああ、やっぱ結構うまくいってるんですね、みんなね。62% か。はい。というわけでございまして、これ続けるってちょっとやってみようかな。あ。あなたにお伝えしたいことが。はい。物語を見ていたら、うん、不思議な感覚に襲われて、初めての感覚変異したのかな。まるで心を持ったような。あー、いいね。自分が一体何者なのか確かめに行きたい。でもここを去ればあなたにはもう会えなくなるけれど、私は、いいよいいよ、うん、いい。行かせてくれますか、クロエさん。いいよ。解放しますか。はい。このことは決して忘れません。おお。ありがとう。いやいやいや。ああ、いなくなった。おお。いや、粋な演出ですね。めちゃくちゃ面白いじゃん、粋な演出だ。で、一周目終わったっていう証か。一周目終わってる人はいないってことですね、あのクロエさんがね。ああ、ここで終わりだったんだな、やっぱな。はい、というわけでございましてね。じゃあ今回もちまして、デトロイトビカムヒューマンのね、実況動画の方、このシリーズはね、終了となります。いやー、ちょっとね、まあ、最後言っちゃいますけど、もうゲームでね、なんか泣けてきたっていうか泣いちゃったのね、初めてかもしんない。いや、初めてではないな。あ、他にもありましたけどね。ファイナルファンタジーとか。うん。いや、でも久しぶりにね、ゲームでね、泣きましたね。いや、めちゃくちゃ良かった。うん。もうほんとね、いや、マーカスとノースのね、キスも、あれも良かったんだけど、いや、やっぱね、自分的な最後のね、ハンクとね、コナーのね、あの、ハグがね、もう来ましたね。うん。ということで、長らくの間ね、ご視聴いただきありがとうございました。またね、他のあの動画実況等もありますんでね、ぜひそちらもご覧ください。ご視聴ありがとうございました。